青い海、青い空、白い雲、白い砂浜。どうも、カニです。どうも、ミスター K です。久しぶりですね。お久しぶり。最後いつ撮ったの、動画撮ったのいつだっけ。最後は最後一緒に撮ったのはカニがあの休養に入る前だから半年前ぐらい。半年でももっと、もうあの頃はもう撮ってなかったから。そう、6ヶ月7ヶ月かね。皆さん覚えてますか。まあ初めましての方もいると思うんですけど、こちらミスター K 君です。どうも、ミスター K です。チャンネル消しちゃったんだけどね。そうなんだよね。今日ですね、海に来てますね。はい、海ですよ。海ですね。海といえば何ですかね。海といえばバランスボールですね。やっぱそうですね、はい、バランスボールなんですよ。海といえばバランスボールなんですよ。はい、なんと今回こちらバランスボール6個と空気で2つ買ってきました。あれはもう2年前、あのバランスボールで全中対決という動画を出したんですね、うん、あれ結構好評だったんですよ。そうですよ。もう10万再生超えてるいい感じの動画でですね、うん、ありがとうございます。まあ、今回そのバランスボール全中企画第2弾2017年バージョンということで、まあボールを増やしてよりアクロバティックな技を決めに2人でまあね挑戦していくか、ね、まあ、挑戦、はい、挑戦対決していきたいと思います。それではいきます。レッツバランスボール。この作業が大変なんだよな。そうなんですよね。おー、100均クオリティだけども、おー、いいね。あ、え、ちっちゃくね。いや、でも膨らましたらまあまあか。あ、やばい、これ結構くるね。あー、硬いこれ。あー、もう止まらねえ、俺は止まらねえ、俺は止まらねえ。とりあえず今1個膨らましたんですけど、こんぐらいですね。だいたい僕が抱きついてちょうどこの分かりにく、まあこんな感じで6個作っていきたいと思います。はい、やっと一応全部膨らまし終わったんで、これを全部砂に埋めて即席のジャンプ台にしてアクロバットを決めたいと思います。いこう、やろう。レディーゴー。はい、やっとですね6個バランスボールを土に埋めました。これ感覚広すぎたかな、これもしかしてちょっとミスったかも。ではいよいよね、ちょっと試しに、まあ、全部ちょっと使って飛んでみたいと思います。両足で。両足きついだろ。いける。バランスボールだ。いける。いきます。3、2、1。いや、むずいよ、これ。乗って、いや、何よそれ、違うでしょう。あ、思い出した、思い出した。あー、本当に怖い。じゃあ行こう、行こう。じゃあ奥へ行ってもらう。怖い、本当に怖い、本当に怖い。なんでできんの、なんでできんの。あー、ね、本当に怖いんだよ。怖い。いいね、いいね。でもちょっと今ので浮遊できたよ。惜しい。怖い、怖いよね。今思ったんだけどさ、これ6個ある必要ある。 ないね。だって6個使う技術がないの。よし、この辺の安全を確保して行きましょう。惜しい。だからね、これ見てる人なんかさ、全長もできねえのかよとか思うじゃん。いや、怖いから。何これ。6個目で全長じゃ俺も行くから。
頑張ろう。ああ、いや、でもすごい。なるほど。わかる。何かが分かったよ。1、2、3、4、5、6。おお。バタフライ。よっしゃ。お、すごいポーズ決めてる。日本代表カニ選手、バランスボール6つの6つおかしいで、ね、6つの部で本日金メダルを狙っていきます。あれが得意のヒップドロップ。さあ準備ができたようです。さあ向かいます。日本代表カニ、いつ行くんだよ。さあ決められるか。1、2、3、4、5。来るか。お、お決まりのポーズ。何のポーズでしょう。あれ、もっとあれは有名なあの選手。さあ行きます。お、フィットネス、フィットネス、フィットネス。何やってんの。ありがとう。すいません、今頑張ったんですけど電柱できなくて、なんか中途半端でもう暗くなってきて、オチがないんですよね。どうする、オチがない。トイレも来てるし。やっぱオチがないから自分たちが落ちるしかないでしょ。ボールが